はい、こんにちは、今日は夏のポケモン映画ボルケニオンとカラクリのマギアナを見てきたので、ちょこっとそのお話をしたいと思います。今回はワンピースフィルムゴールドも一緒に見たかったので、丸1日かけて2本見てきました。で、ワンピースの方は 4D で上映をしてるということだったので、 4D やってる映画館までわざわざ1時間半ぐらいかけて行ってきました。で、まず朝 4D でワンピース見ました。 4D3D ですね。 4D3D でワンピースを見ました。今回入場特典はこれ、はい、ゴールドの設定資料集みたいな形になってます。ワンピースの今回、ギャンブルっていうことになぞらえて777巻ですね。777巻、こちらと、あとはこれですね。これが、入場特典としてもらえます。これは多分開けてないけどトランプだと思います。今回ギャンブル、お金がテーマになっててギャンブルの話が出てくるので、多分トランプかと思います。はい。で、ワンピースは、アニメながら 4D が結構良かったです。結構アニメで 4D を見に行くと、まあ、アニメって結局実写じゃないから作られた世界で、どうも作られた世界で動くのがあまり違和感があって、何見に行ったかな、ミニオンズとか見に行った時か、ミニオンズの2の時だ。とりあえずミニオンズの2を見に行った時はあんまりどうかな、あんまりって感じだったんだけど、今回は結構良かったです。戦闘シーンとかもかなり動くのでおすすめですね。行ける方はワンピースは 4D で見に行ってみたらいいと思います。まあ、はっきり言ってプラス1000円ぐらいかかるんで、プラス1000円分楽しめるかどうかっていうのははっきり言って個人差だと思うんですけど、自分はすごい動くのが好きなんで、できるだけね 4D で見に行っております。はい、これで次ポケモンを、昼から見ました。今回もらえる入場特典はこれ、はい、ガオーレディスクのマギアナですね。スペシャルガオーレディスクのマギアナ、ガオーレで使えますし、新しいサンムーンでこれ QR 読ませるとマギアナがゲットできるんだったかな、確か。また機会があれば、ガオーレでね実際使用した動画もお見せしたいと思います。これからあとこちらのチラシも1枚もらいました。はい、今回のポケモン総選挙720で1位に輝いた月光牙をプレゼントということで、その受け取り方ガイドみたいなものを1枚もらいました。で、ちょっとマジで素で忘れてたんですけど、月光牙がもらえるっていうことを半分忘れていたのと、あとちょっと起きたのがギリギリすぎて、ネットでねすでに席を予約してたんですけど、その回に間に合わなそうだったので、ちょっと急いで家を出発したということもあって DS を忘れてしまったので、今回ちょっと月光牙は受け取ることができませんでした。非常に残念というかもったいなかったです。はい。で、あと映画館に、スタンプがあったので押しました。スタンプこんな感じでしたね。はい。で、それから去年購入することができなかったこちら、ポケモンポップコーン、ピカチュウポップコーンを一つ買った飯に買ってみました。このようなケースに入ってきます。去年は確かあれですよね、異物混入か何かで一時販売が中止になってて、で、自分が見に行った時はね、フーパの映画かな、見に行った時は買えなかったんですけど、その後発売が復帰、販売が復帰したのかどうかちょっとわからないんですけど、去年は買えなかったので今年はと思って買いました。まあ、カップがねこのようなピカチュウの仕様になってるので、その分の値段だと思いますけど、少し高くって、塩味だと900円、キャラメルバター醤油だと950円という形でした。はい、ちょっと詳しく見ましょう。普通のピカチュウと、裏にはポップコーン食べて美味しそうな表情をしてるピカチュウですね。で、
腕や首からこうぶら下げることができるストラップは、はい、ボルケニオンとカラクリのマギアナ仕様になってます。はい、でまあ映画の感想をね話しちゃうとネタバレになるし、まあおしゃべりあまり得意じゃないので映画の感想はまあ特になんですけど、まあ良かった点はあれですね、マギアナはやっぱり機械なんで顔表情が出ないんですけど、それをすごい仕草で表現しようとしてるのがめちゃ可愛かったです。で、あと映画のね予告映像とかでも CM とかでも流れてますが、ニャースがマギアナの声が聞こえないニャーっていうのが予告で結構流れてますけど、ニャースがやっぱりいい活躍、ロケット団がねやっぱり映画はいい活躍、あの悪者じゃなくていい方にね回ってくれるのですごい好きですね。ニャースが今回結構良かったですというかキーというか良かったですね。で、あと先ほどのこのスタンプの裏にこれドラえもんの南極カチコチ大冒険っていう、来年の春に17年3月ですねに公開するドラえもんの映画の情報も出てました。映画館では予告映像も流れてました。ドラえもんも最近結構好きで、声優が変わってからのねアニメもかなり、ちょっと全部は難しかったのでかなり見直してまして、ドラえもんも最近ハマってるのでこれも見に行きたいかなと思ってます。はい、ということで今回はワンピースとポケモンの映画に行ってきましたというお話でございました。ご視聴ありがとうございました。